ある日日の、その海賊戦艦デパルス、ハイチ以上3万2000トンの浮き城も、一発必中の輪、運の表しの巨弾を受けて、瞬時にして撃ち、南海の無傷と消え去った。英国新衛戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、昭和16年4月完成の3万5000トン主力艦で、同じ8月この艦板に、チャーチル・ルーズベルト会談が行われた。海軍国イギリスの誇り、今いずこ。 11日、この日皇軍は雷陰の敵性を撃つべく断固決起し、南太平洋の要所をセレベスに密かに行動の軍を起こす。初陣の決意も固き、空の敵を乗せた我が輸送機の大編隊は、堂々銀翼を連れて長久、雷陰セレベス島の敵軍事拠点目指して、総都に上る。本社本間キャメラマンは海軍報道班員として、この記録的大作戦に参加し、 その歴史的戦果を見事キャメラに収めることに成功しました。我が輸送機の一軍が目指す高架地点の空腹侵入した瞬間、パッと一斉に開いた大輪の花、今純白の落下傘は見事に開いて、一体また一体と相次いで紺碧の空を天下る。これぞ皇軍落下傘部隊が 残敵を修復せしめた奇襲部隊は隊長の命令一下、さらに配敵を追って奥地へと進撃を開始。ここに大東亜戦争史上未曾有の見事成功したのであります。 4月4日、帝国海軍航空部隊はかねて来日近海に巡洞を続ける旗艦隊主力をジャバ海カンゲアン島南方30海里の洋上に発見。直ちにこれに猛攻を加え、オランダ海軍が誇る新鋭巡洋艦デ・ロイテルほか3隻を撃沈退下。アメリカアジア艦隊旗艦ヒューストンを撃沈。
骨敵艦隊中にもライン艦隊の主力は瞬時にして壊滅し敵西南太平洋連合艦隊司令長官ハートの戦死も伝えられ赤道直下の洋上に各々の戦果を挙げました。これは猛烈なる敵が防御の十字砲火を犯して果敢なる爆撃を敢行するは海の嵐と敵艦隊の壊滅寸前を小機械戦の生きた